どうも、ホナです。今回なんですけれども、インスタグラムの広告、すごくね、まあ、ちょっとね、ネガティブには怖くねっていうですね、お話をですね、ちょっと今からですね、しようかなっていうふうに思っております。まあ、それで、ね、これ何かと言いますとですね、ちょっと先日、ツイッターでね、つぶやいたことでもあったんですけれども、結構反応も多くですね、はい、私もありましたみたいなね、そんなですね、ことをですね、ちょっと反応も結構いただきましたので、改めて動画の方にしてみようかなって思って、今喋ってる最中でございますけれども、インスタグラムの広告って会話の内容を元に出してないっていうですね、ことをですね、つぶやいたんですけども、これどういうことかって言いますと、私と妻がですね、まあ、先日、スヌーピーの部屋がある USJ のホテルにですね、ちょっと泊まろうっていうですね、まあ、話をして、もうこれに動画にをしてるんですけれども、まあ、その話をした直後にですね、妻がこうインスタグラムでアプリを立ち上げたところですね、スヌーピーパズルジャーニーっていうですね、広告が急に出てきて、おおみたいな、ね、ちょっとびっくりしたみたいなね、ことがあったというものでございまして、特にこうなんかスヌーピーとか検索したわけじゃないです。別にスヌーピーその大好きっていうですね、二人ではないので、そんなことはないんで、ですけれども、急になんかこうスヌーピーのアプリが出てきて、おお、マジかみたいな。しかもこれね、一回だけじゃないんですよ。過去にも何度かこのような経験をインスタグラムの広告で、ありましてですね、例えば、とある、街を歩いてた時に、ここのなんか、ランドセルはめっちゃ人並んでるぞみたいな。なんでこんな人気なんだみたいな。そういったことですね、会話をですね、妻として、家に戻って、インスタグラムを開いた時にですね、そのカバン屋のですね、広告がですね、出てきたっていう経験もありまして、まあこれは多分位置情報をね、見て、まあこれもね、ちょっとね、やりすぎじゃないかなって多少はちょっと思ったりもするんですけど、まあまあでも理解できる。でもね、そう、会話を聞いてるんじゃないか疑惑っていうのはですね、過去2、3回ぐらいあってね、ちょっと今回はね、思わずスクリーンショットを撮ったんで記念に、そう、それでちょっとツイッターでつぶやいたところですね、結構でもね、このような経験がね、あるよみたいなね、方もいらっしゃるようで、この Facebook じゃなくて Instagram の話ですね。そう、例えば五十嵐さんっていう方にですね、コメントいただいたのは、ツイッターでもよく感じます。あ、これツイッターの話ですね。焼肉屋の話をした直後に、上野の焼肉屋の広告が出てきたとか、うん、なんかそういったところもあったりして、マレーシアの話をしてたら、モントキア・ラエリアの物件のコンドミニアムですね、広告が出てきたというので、あとは、眉毛のアートメイクしてみたいなって話が出てきたら、ツイッターでもね、そのような広告が出てきたみたいなね。そう、決してこれポイントなのは、過去にこう検索をしてないのにもかかわらず、こう喋った内容をなんかこう聞いた疑惑みたいな。うん。私はなんかインスタグラムが一番なんかそんな経験があるんですけど、ツイッターもなんかこれ見ると結構あるみたいですね。うん、皆さんはそのような経験があったりしないでしょうか？ぜひともね、あればね、教えていただきたいなっていうふうに思ってるんですけども。それで、まあね、私としてもね、実はと言いますか、広告収入を主に、まあ YouTube とか、まあインスタグラムはね、収益化っていうのはないんで、あれですけども、広告収益で生きてる人間なんでね、これを強く否定してしまうと、私の職業をですね、まあ否定してしまうということもあるので、あまり強くはね、言うことはできないんですけども、まあね、最近だと、ここ2、3年ぐらいだと、Google の検索履歴をもとに YouTube とか、ね、そういったところでも広告、私のブログとかにも AdSense っていうですね、まあ Google の広告貼り付けておりますけど、そこの表示されて、まあそれはね、多分もうね、許してる方もですね、まあこんなもんでしょうみたいなね、ことをですね、理解している人も多いんですけども、さすがにね、でもね、位置情報、とか、まあ位置情報はどうなのかなって思うんですけど、でもまあでもこうスマホをオフにした状態でね、こう会話してて、その後に広告出すっていうのはすごくねみたいな、聞いてないのみたいな、そんなことをちょっと思っちゃったりもするぐらいのやつですけども、でそれでこちらね、以前まあそのツイッターつぶやいた時にもですね、こんな記事ありますよみたいなことでいただいたやつがあるんですよね。ギガ人っていうやつで、2018年のちょっと古いものなんですけども、Facebook が盗聴しているのではと思える精度でユーザーの行動を追跡できるのはなぜなのかというですね、ものでございまして、まあこれはやっぱりこう海外の人とかでも、ちょっとこれ音声聞いてるんじゃないみたいなぐらいのですね、広告が出てきてびっくりして、まあ問い合わせたところ、別に Facebook としては、Instagram も Facebook 今グループ
なので、まあ、一緒の会社ですね。なので、まあ、一緒の、ね、システムを使っているとは思うんですけれども、物理的にですね、こういったスマホでこう登頂するっていうのは不可能だっていうふうに言ってるんですよね。だから、Facebook 社はまあ、いろいろこうね、データをね、この人がじゃあ、次は何が好んでみたいな検索履歴とかね、なんかそういったのをですね、予測して出してるみたいな、そんなことをですね、言ってると言ってるんですけど、そのスヌーピーって出せるかなって。私がこうホテルとか普段新しいところをなんか、ね、キャッチしていて、妻のアカウントの方でじゃあおそらくこいつらは多分ここのホテルが今日近々オープンするから予約するだろう、じゃあそのキャラクターの広告を出せっていう風なので出してるということですからね。それはちょっと無理じゃないかな。まあ、もしかしたらもうほんの少しもう偶然でたまたまっていう可能性もありますけどね。でもそりゃスヌーピーって普段ね絶対会話しないですからね、2人でね。まあ、そのようなのが出てきてね、本当にしてないのみたいなね。オーディオ使ったこう盗聴みたいなスヌーピングっていうらしいんですけど、まさに今回スヌーピングでスヌーピーを出してきたっていうことを見たいですけれども、いやー本当にしてないのかなっていうね。まあでもね、やっぱり Facebook って言ってもアメリカでもちゃんと上場してる会社ではありますからね。まあね、そういったなんかね裏でやってるっていうことはちょっと信じがたいっていうところもありますけれども、皆さんこのような、まあ、経験はございませんでしょうか。またね、まあ多分今後私としてもこういったなんかね精度がどんどん上がるにつれて広告単価っていうのが高くなるっていうところもあるとは思うんですよね。なのでまあ私としても難しいとすごい矛盾しているところであるんですけども、まあ、今後ね広告っていうのはどうなっていくんだろうなっていう、まあ一昔前だとね検索結果でね自分のね、例えばダイエットで検索した直後にですね、まあ、YouTube で見ようとしたらダイエットがここが出てきて、ね、一昔前であればちょっとそれも怖いなって思ってましたけど、まあそれはね最近だとね、まあそうかみたいなね感じで納得できるところっていうところも、まあ雰囲気はできつつはありますけれども、まあ今後ね多分どんどん広告っていうところも進化していって、まあもう本当にね会話が聞かれてるのが当たり前みたいなね、そんな時代が来るかもしれないですし、もしかしたらこうプライバシーっていうところがもっとねガイドラインみたいなのができて、ね、そこら辺はちょっと線引きしようぜみたいな感じで、逆にもうちょっと精度っていうところが落ちるかもしれないですけども、まあ今後どうなっていくかっていうところは、まあ私自身ちょっと予想もつかないなっていうふうに思うんですけども、今回はねちょっととりあえずはインスタグラムの広告でね会話をしていたやつが出てくるのはねちょっとそれはびっくりしたよみたいなね、そんなお話でございました。まあよかったらですね、ビスをぜひとも皆さん、まあインスタグラムに限らずですね、ツイッター、フェイスブックとかね、いろいろあると思いますが、あと YouTube ですね、まあこんな広告が出てきてちょっとびっくりしたよみたいなね、そんなお話を聞けるのであるのであれば教えていただければと思います。まあこんな感じで今回の動画終わりたいと思います。ありがとうございました。ご視聴